はい、どうも東京トニーです。今回はね、俺が普段人の顔を描くときは丸から描けって言ってるんだけど、じゃあなんで丸から描かないといけないのかということを理論的に説明していきたいと思います。で、東京トニー流の絵の描き方なんだけど、まあ円を描いて線引いて顔を描くみたいな、その描き方のデメリットが3つあるんだけど、その3つをここにバンとまとめておきます。で、まあどんなデメリットがあるかっていうと、まず1つ目、円を描かないといけないから当然手間がかかるよね。そして2つ目が円を描けないといけない。そう、円をね、やっぱ描けないと俺の描き方っていうのは成り立たないわけだから、方眼紙とかコンパスとかを使って、まあ初中級者の人でも再現性が高いように描いてるわけなんだけど、そして3つ目、曲線を理解してないといけない。例えば円を描いてその円が傾いてきたよってなったら、当然ね、曲線、この中央の線っていうのもこうやってなんか曲線になってくるわけ、こう曲がった。で、このラインを理解していないと顔っていうのが描けないわけよ、俺の描き方だとね。一応まあ俺の別の動画で、まあ優しくない地獄の顔の描き方講座とかもあるので、まあ、そちらを見てもらえると非常に嬉しいです。で、まあ今までデメリットを散々語ってきたわけなんだけど、まあ円から描くメリットとして、結論を保留することができるんだよね。まあこれが一番大きなメリットだと思ってください。例えばさ、目や髪の毛から描いちゃうと結論決めすぎちゃうわけよ。例えばそれがね、慣れている構図だったりとか描き慣れたパターンとかだったらいいんだけど、まあ当然そんなね、パターンばっかり描けるわけでもなく、いろんななんかこう絵を描こうと思った時に、やっぱりね、結論を保留できるっていうのはすごくでかいわけ。特にさ、目とかさ、なんかいろんな構図で描こうと思ったらさ、いろいろ練習しないといけないわけで、それで一番最初に結論違ったら、ミスったらダメでしたって結構嫌じゃない。だからそういう意味でもね、保留することができるっていうのはすごい大きなメリットだね。東京トニー流の描き方だと、まず丸描くじゃん。で、基準線描くじゃん。で、こうすると、まあこの段階でミスることっていうのはまあないわけよ。まあ丸と直線が描けて曲線が理解できていたんだったらばっていう話なんだけど、で、それでまあ丸描いて曲線、まあ直線描いて、で、輪郭を描いてってやっていくと、それだけさ、その指標となる基準となる線が増えてくるから、参考にする線が増えてやりやすいんだよ。いきなり真っ白な線に紙になんか線ピッピッと描いたら、なんかこう基準となる線が何にもない状況で始めないといけない。でも東京トニーの場合は、もう輪郭とかもそれで仕上がった状態からだから、バランス取りやすいんだよね。まあもちろん、まあその後の展開で輪郭がダメだったりとか、色塗りの技術的に下手だったりとかでダメになる可能性もあるんだけども、少なくともこの段階、まあ、最初の段階でつまずくことはないんだよっていうのが一番大きなメリットです。だからね、ちょっと今回は参考動画を上げてみようかなと。はい、じゃあ参考動画やっていきます。まずさ、目から描くとさ、何が起きるかっていうと、なんかこうあんじゃん、目から。で、こっからなんかこんな感じで多分みんな描き出すと思うんだけど、まあ大体ね、大体。でもさ、そうすると例えば俯瞰になった時とかって、こういうなんかルートになったりとかして、この時とこの時とでなんかパターンをいくつか覚えないといけないわけ。あれ、この時どうだったかな、あれ。で、こういうなんか細かい要素をやってから、こういうさ、なんかこうあれみたいな。でも丸から描くと、目から結論じゃなくて丸からだよね。だから丸描いてさ、こうやって丸描いて棒引いて、これだけでもう2手で、次輪郭描いて、で、これだけで3手で、次に鼻描いて、まあ規定の位置で4手で、目描こうかってなった時にもうこの全体の輪郭ができてて、鼻の位置も決まっててみたいな。で、基準とするものが例えば丸だったりとか、この輪郭だったりとか、顎のラインとかたくさんあるわけよ。だからね、4手結論を保留することができると。で、例えばさ、曲線の原理が分かってたら、丸描くじゃん。まず丸描いて棒描いて、で、まあ斜めになるとなんかこう物って短くなるんだよ。例えばこれがさ、
こういう棒があったとして垂直がこうだと斜めになるとこうなるよね。だからじゃあまずここが正規位置だとして、普通のじゃあちょっと俯瞰だとこう向きを変えるよって、でこの時にこの顔のライン、この目のラインが少しこう下向きに入ってくるよってなったら、こうやってね、あ、じゃあ全体的にそこに合わせてこうやって描いてあげると、こうやってで、そうなってくるとこうやって見えてくるなってなってくると、これ俯瞰の構図になるよね。で丸を描いて、こう描いて、でまたちょっと短めに描いて、で次はじゃあ煽りだよねってなると、こうなってきて、あ、ここに目があるんだってなって、でじゃあ鼻この辺ぐらいかってなって、口がこうなって顎がこう入ってくるみたいな、さ、わかるかな。丸から描くと基準がすごく増えるんだよ。丸描いて、例えば曲線引いて、まあこうあって、でこうじゃ、まあ斜め45度ね。でもうこれが例えばさ、こういう感じの構図だと、あ、じゃあこうあって、まあこれ俯瞰煽りか、煽りだから、あ、じゃあここの部分が顎のラインが見えるなってなってきて、こうなるわけで、あ、じゃあ鼻こうなってっていう、わかるかな。一字が万字こうやってさ、すごく書きやすいのよ。例えばじゃあこれ目から書くってなったら、まずはこのラインを考えて、このラインに沿ってこう書いて、で鼻を書いてみたいな。だから目のラインがじゃあ覚えて、パターン覚えてないと、まあこれできないじゃん。でもこっちの丸から書くやり方っていうのはさ、手間自体はかかるんだけど、なんやかんや常に補助が回ってくれるんだよ。まあ、当然ね、この曲線の意味をちゃんと理解してないとダメなんだけど、でもこの曲線の意味を理解してあげると、こうやってね、あ、これ俯瞰だなと思ったらこうすればいいし、煽りだなと思ったらこうすればいいし、もっと煽りだなと思ったらもっと急にしてあげてさ、このラインをもっと短くしてあげればいいし。だからね、この丸から書くっていうやり方はすごく理にかなってるんだよね。あと丸ってさ、常に言ってみが安定っていうのがほんと強くて、まあその後の曲線は結構人によって違うんだけど、で丸書いてさ、こうやって書いてあげたら横顔じゃん、もうこれで。でこれで例えば、いやでもこれ煽りにしたいよってなったら、こういう感じのラインを考えてあげて、あ、こうだったなっていうので、ここのラインに合わせてこうやって考えることとかもできるわけよ。顎のラインがあってみたいな、で目が来てって。だから丸から描くっていう方法はね、一見すると手間に思えるかもしんないけど、まあ基礎的な、まあ、曲線とかが分かってるとガイドラインとしてすごく役に立ってくれるので、まあ描きやすいよという、そういう参考です。で丸から書き出すと、俺のやり方だとなんかいろんな補助線とかができて、なんか考えながら工夫しながらできるんだよ。いろんな補助線とか、なんかこう知識とかを総動員してさ、まあそこがまあメリットでもあるよね。で、まあ、ちょっと話変わるんだけど、東京都に最近ちょっとオセロハマってて、あ、まあこれ2手目の状況なんだけど、 A か B か C かっていうこの3択なのよ、2手目って。でこれでみんなだったらどこ置く？これでB を選んだあなた、 B に置いた段階で不利です。そう、2手目の段階でもう不利になるのおかしいかもしれんけど、これ不利なんだよ。で例えばさ、上級者で B に置くデメリットとかさ、そういうことを知っとって、うん、置いてるんだったらいいんだけど、まあ、初心者がいきなり不利な手を指すっていうのはよろしくないよね。まあもちろんね、 B に置いてからって絶対負けるっていうわけじゃなくて、まあ、その後の相手の知識差とかで勝つことはできるんだけど、まあ不利なんだよっていう。まあぶっちゃけさ、うまかったらどこから書き出したっていいんだよ。例えば
井上先生、スラムダンクの人とか目から描くしさ、あとトラブルの先生か矢吹先生とか前髪から描き出すの、だからまあ上手かったらいいんだけど、まあそこまで練習するのって結構大変じゃん。だからもっと簡単なやり方でパパッと描いちゃおうぜっていうのがね、東京都に出張なわけだから、丸から描くと工夫しながらでも一応ね正解に近づくことができるわけよ。でも目からだと結論いきなり出さないといけないから結構ね、なんか嫌な感じがするのよ、結論から出さないといけないって。だからね、みんなも俺の丸から書くっていうやり方をぜひ初中級者の人だったら、まあ、徹底してもらいたいです。まあ別に自分絵うまいしとか、変わったこととかやりませんけどっていうんだったら、まあ今のやり方でもいいんだけど、まあ基礎的なことをまあ練習して上手くなりたいんだったら、まあ丸から書くのがいいんじゃないのかなと思います。はい、今回の動画はこんなところで終わろうと思います。この動画がためになったなと思った方や、いいなと思った方、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。じゃあまたねー。